今年は平年を大幅に上回って大量発生です。街中でもよく見かけるカメムシが大量に発生しているとして県内全域に注意報が出されています。あ、嫌です。ただただ嫌です。臭いですね。とにかく臭いから触れないですね。電柱のとこにいっぱいいて夜怖いぐらいめっちゃ多いです。気づかずに踏んじゃった時はすごい匂いがして、もう困ってます。山の中にいてください。近年大量発生しているのはそうカメムシです。庭やベランダに飛来し嫌な匂いを放つこちらのカメムシ、例年は秋に大量発生するのですが、今年は春から多くのカメムシが観測されているということです。果実を吸って傷つけるチャバネヤオカメムシなどの果樹カメムシ類が平年を大幅に上回って発生しているとして、今月2日兵庫県病害虫防除所は県内全域に注意報を出しました。春から発生しているということですけど、これはどういう理由が挙げられるんでしょうか。昨年の秋によく見られたと思うんですけれども、そちら の多く発生してたカメムシが冬うまく越冬して出てきているっていうような状況です。で、春からっていうのはちょっと気温が高い時期がありましたので、その分早く活動を始めてしまったのかなというようなところになってます。果樹カメムシ類は1年おきで発生量に増減があり、今年は発生の多い表年に当たります。先月の県内3地点の調査ではいずれも表年の平均を上回っていて、特に加西市は平年の31倍と異例の状況になっています。果樹園の梨や桃などがカメムシに吸われると茶色くなったり傷がついてしまい、商品として出荷できなくなるため、県は対策の徹底を呼びかけています。ちょうどこの時期はカメムシのような害虫がやってくるので、農薬散布もするんですけども、適宜こうハサミで被害があった果実とか小さな果実を摘果をします。カメムシに刺されて穴が開いたところから今ちょっとヤニが出て光っているんですけども、対策としては袋掛けを早めに行うことや、カメムシが夜間に活動する前の夕方の薬剤散布が効果的だということです。また一般の家庭での対応について聞きました。殺虫剤意外と虫の方が飛んでしまうので、命中しない場合はいろんなところにかかってしまうので、あまりおすすめはしていなくて、ちょっと落ち着いていただいて、触りたくない方はできるだけほうきとかちりとりとかも使いながら対処していただくと良いかなと思います。今後気温の上昇に伴ってカメムシの活動がさらに活発になると予想されていて、被害の発生に注意が必要です。